写真拡大。迫真直撃、俺流で恐竜打線復活だ。昨季まで楽天の2軍打撃コーチを務めた中日の栗原健太1軍打撃コーチ38が得点力アップに燃えている。参考にしているのが元中日監督の落合博満氏66。評論家で街のスタイルを貫こうとしている。その教えすぎない教えの極意とは何なのか直撃した。指導する上で心がけているものは、栗原、理想は選手の方から聞いてくること。打撃練習を見ていてこっちが気づいてもすぐには言わない。タイミングが合ってないとか、体が開いているなとか、選手なら自分で分かっているはず。それを今どうです、金と言ってくれば、こっちからどうやって修正したらいいかを言ってあげられる。街のスタイルにしたきっかけは、栗原。僕の経験上で若い時に首脳陣も球団も期待してくれて、なんとかしようこの子となっていろんなことを言われる。ケージに入って打っている時に今はこうなってるぞこうだぞって、それが集中できなかった経験があった。現役の時にされて嫌だったことはしないようにしている。現役時代に救援で当時の落合監督に質問しに行ったりしていたようだが、栗原、救援に出た2007年、9年、11年と3回とも打撃を教えてください、お願いしますと聞きに行った。決まってどこが悪いんだと逆に聞いてくる。そこでちゃんと説明したらこうやってみたらと言ってくれた。やっぱりいい意味で人と視点が違ってた。僕は右肩が下がる癖があったけど、いい時は平行でしっかり回れたけど、肘を怪我して痛めてから痛いから少し下がってしまって、落合氏はなんて。栗原、普通だったら平行に直そうとするけどそのままでいいじゃんって。ただその代わりに全部センターから右方向へ狙って打ってみろ、インコースでもセンターへ全部打ち返すつもりで打ちなさいと言われた。右肩が下がるメリットとして右方向へ打てる、すべてがダメなわけじゃない。逆に引っ張り込もうとして左に打とうとするとかぶってしまうからダメだと気づいた。なるほど、栗原、そのアドバイスがすごく良かった。いつも救援明けはなぜか本当に調子が良かった。落合氏の教えを守っているというわけだ。栗原、それが理想とかそれが全てではないけど、自分にとってはいいアドバイスをいただいた。後期で打てない打線をどう指導するのか。栗原、チャンスの時ほど超積極的に行くべき。自分の狙い球をここと決めたらそれに対して一発で仕留められるように集中力を高めることが一番大事になってくる。精神的な部分、技術的なことじゃない。やっぱり打撃コーチはやりがいがある。栗原、特に打撃コーチは難しい。
いいバッターでも7割失敗する。守備や走塁はやればうまくなる。打撃は今良くてもショットしたら悪くなったりして難しいですね。